スタジオ広北です、先週はね、お盆休みをいただきましたので、2週間ぶりになりますね。皆さんね、夏を満喫されましたかね。なんか今日のあのバック、すごいバーチャル背景、なんか美味しそうな写真も並んでたら、なんかかなり賑やかなんですけど。私とあのね、小和田くんだけこうシンプルな感じですけど。はい、毎月、本当は第3週目ね、いつも長圭さんこと長浜経済新聞さんとコラボしてるんですが、先週お休みということで、今週ね、第4水曜日にちょっとこうシフトしてお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは、湖北の風景からいきましょう。最初の写真から、それ違うと思うんだけど、これ、合ってる？合ってるか？ごめんなさい。はい、行きましょう。はい、どうぞ。じゃあ、ジミさん、お願いします。はい、こちらは米原市柏原の、八重戸祭りの、様子を写真で撮らさせていただいております。7月30日に開催されておりまして、この八重戸祭りといいますのは、お灸に使う桃草の別名だそうです。かつて中山道の柏原地区と栄えたこの一帯を盛り上げようとして始まったイベントでして、ところがですね、2018年に開催されて以降、台風であるとかコロナでことごとく中止になったそうです。4年ぶりの開催となったんですけれども、この日はですね、中山道一帯に露店が並んだり、夜にはメッセージ付きの花火が打ち上げられて、例年よりもたくさんの来場客があったそうです。報道によりますと、1万人の方々がですね、集まったそうだということです。最後の写真はこちらですかね。麹アイス。おお、なんか珍はい、しい知っでてすね、ますよ。麹アイあ、スっていうのはね。麹って、前にこの番組でも一遍ご紹介したんですけど、米原市のその柏原地区でね、丸本愛子さんっていう方が、この婦人部の皆さんと一緒に、いろいろ伝統的なね、加工食品を作ってらっしゃるんだけど、その中で麹を使ってというのもやってらっしゃるんで、多分それだと思うんですけどね。すごい、でも、色綺麗だよね、これ。ですよね。ピンクと黄色と、白というかベージュ色みたいな感じだでからすよ一番ね。右に映ってる、ちょっとベージュがかってるのは多分麹、本本来来のの色か色ななんと思ですよね、う。多分ね。真ん中の黄色いのは何だろうね。何なんですかね、かぼちゃかなんか入ってかるんぼでちゃすかか。もしれないね。そうすると左はピンク色は、おそらくいちごいかな。ちごかな。わ かんないよ、トマトかもしれないけわど。からないですけどね。麹アイス美味しいな、美味しそうだな。このラベルも素敵ね。そうですね。ね。旧中山道のね、宿場町ですもんね。柏原宿ね。4年ぶりの開催だったということで。まあ、この夏はいろんなね、イベントが少しずつね、復活して、2年ぶりとか3年ぶり開催っていうのもね、あったりするんですけども。さあ、我らがというか、私ども、スタジオ湖北もね、久々にイベント主催させていただきました。続いてのお写真ご覧ください。こちらは、先日の8月の21日でしたかね。サザナミタウン、長浜市の、旧市役所跡のサザナミタウンで、500回記念公演ということで、太田博さんの方にお越しいただきまして、講演会を開いていただきました。石田三成の生涯と業績、聖地長浜からの発信っていうテーマね。このように2階の、イベントホールっていうんですかね。多目的ホ多ール。目的ホールですかね。多目的ホール AB を一面使わせていただいて、約100名入るところなんですけれども、もう、さっきの写真見ていただいたよ、わかるように、もう、満席でしたもんそうですね。ね。実際はね、ちょっと定員を減らしたんですよ。やっぱりね、このご時世なんで、席と席の間隔を、いつもよりは空ける。本当だったらね、200、きっちり詰めると200くらいは入るスペースなんですけど、もう半分以下に減らさせていただいて、それでも、キャンセル待ちとか、当日も、もし空いてたら入りたいところを問い合わせもね、たくさんいただいこれあて、れですもん、ごめんなさい。県内どころかもう他府県からもたくさんの方がいらっしゃったみたいですなね。んですよ。こんだけちょっとね、間隔空けて。面白かったね、でもね。いやね、やっぱりね、今回90分ぐらいでしたかね。お時間をいただそういなてんでたすんよ。ですけども、なんか全然足りなくて、もっと聞きたかったですよそうね。ですね。コメントもご参加者からいっぱいいただいてて、三成の大ファンです。太田先生の本でさらに好きになりました。
ね、石田三成、知れば知るほど魅力的な人物ですねとかね、はい、それから、まあ、久しぶりに貴重な素晴らしい講演を聞けて大変喜んでますと、はい、お話非常にうまくて内容も充実して大変満足しましたと、この講演会開催のためにご苦労されたスタッフの方にも本当に感謝いっぱいですと、作業ご苦労までお礼をいただきまして、ね、お気遣いありがとうございます、ね、本当ですね、またこんなコメントもいただいてね、長浜市の石田町が生んだ偉人石田三成に関するものにその記念の講演会、うん、私どもね講演会してもらって本当に嬉しかったと、うん、石田三成は近年評価が、ね、見直されて大河ドラマ誘致運動も行われるなど今すごくホットな人物だと思いますと、うん、ね、そういった、ね、その方についてのお話を聞けたのは非常に意義深かったというふうにね、あとこれからの湖北の観光や活性化にも必ず役立つと思いますというのは、もし大河ドラマに石田三成が主役で登場したらということですね。滋賀県とか彦根、ね、米原、長浜でこうキャンペーンをやってるわけなんですけども、うん、なんかね、大河ドラマにもしなったらということで、こんな俳優さんはどうだろうなんていうね、アイデアもいただいたりもしてたんで、またこの辺、スタジオ湖北のホームページ特設サイトね、トップに、はい、まだ貼ってありますので、よかったらそこを見てみてください。当日のお写真ね、もう少し何枚かね、入れてあったりします。はい、でも面白かったね。いやね、やっぱりね、太田さんのお話って分かりやすいですし、そうですね。うん、ね、もっとお声もはっきりこうね、されてるので、すごくこう、興味が引きますもんね。うん、にしてもやっぱりこの、滋賀県の湖北地域っていうのは、このいわゆる戦国時代、戦国武将ゆかりの地っていうのがすごいいっぱいあって。そうですよね。まあ、要所っていうこともあったのかもしれませんけど。まあ、パッと思い浮かぶだけでもね、たくさんありますもんね。ね、はい。関ヶ原はちょっと隣ですけども、うん、姉川の戦いであるとかね、静ヶ岳とか、小谷城とか ね、はい。はい。ね。はい。また戦国特集もやりたいなって思いましたね。はい。はい、ただ、ね、一点、これだけちょっと強調したいんだけど、その石田三成ってね、なんとなくほら、忠義の人ね、まあ、秀頼とかは、まあね、亡くなっちゃって、でも、こう、ほら、その、豊臣のね、教えを守って、で、でも、次々に、ほら、裏切られちゃって、最後ね、哀れな最後を迎えたという、忠義の人って言われてるんだけど、実はそれだけじゃないと。秀吉政権が目指した日本統一、刀、ね、剣、太鼓剣地とか、尺をね、統一したとか、ものすごく、この、いろんな、政策的なことをすごくやった人物だった。うん、とかこう政治家施策彼の施策の面とかもっと評価されるべきだなんてことを、太田さんおっしゃってて、それもすごいうなずけたんですよね。太閤知見とかもね、多分、石田三成がいろいろとね、アイデアを出したと思うんですよね。そうそうそう、実際にね、取り仕切ったのも彼だって言われてます。なんか新たな面をもっとこうね。あとね、よく言われるのは、その石田三成は朝鮮出兵には全然行かずに日本であぐらかいてたっていう話もあるじゃないですか。じゃないんですよね。違うと思う。はい、日本をね、充実した国にするために頑張ったと。で、ね、2回やるとね、1回目はもう戦闘、出陣して戦闘行きって朝鮮出兵行ってますしね、石田三成 ね、はい。はい。もっとやりたくなりましたね、三成特集ね。はい、深掘りしたいとね、はい。はい、ということで最後はさ、季節のお写真1枚いきましょうか。はい、はいはい、こちらは私の家のすぐ裏のにある田んぼの写真なんですけれども、ジミーさんとこの田んぼじゃないね、うちの田んぼです、これ。あ、そこすごいすごい、はい、もう田は実ってるじゃないですか、神戸を感じてます。かなりこう実ってきました。まあ、大体湖北地方はもうこの8月の下旬から9月の初めぐらいから稲刈りが始まるという感じなんですけれども、うんうん、今年はですね、ちょっと例年と違ってだいぶ田んぼがぬかるんでるらしいんですよね。あ、そうなの。このところ雨が多いじゃないですか、うんうん、だからやっぱり田んぼってやっぱりね、コンバインとかするとやっぱりこう田んぼがぬかるんでるとなかなかね、借りにくいんですけれども、今年はちょっとこう厄介というか、ちょっとこう苦労するような状況らしいですね。いろいろお話を伺っていると、うん、はい、なかなかこう天気次第っていうのはありますね。ですね、ですね、はい、
美味しいでもお米が取れますようにね、お祈りしてます。はい、はい、以上広北な風景のコーナーでした。はい、それではね、今週の特集参りたいと思います。お待たせしました。今週のテーマはこちら、じゃん、スタジオ広北ね、ウィズ長系ボリューム17、もう17回目になったんですね。はい、毎月1回ねお越しいただいてます。今日の特にメインテーマは関西最大級のスケートボードパークでスケボーに挑戦と。誰が挑戦したの、ちょっと写真写ってますけどね、うまくいったんでしょうか、結果はいかにということで、はい、ゲストをお招きしております。改めてご紹介しましょう。じゃあいつものようにレディースファースト、レディーファーストでいきましょう。じゃあ自己紹介お願いできますか。はい、はい、長浜経済新聞の上田睦美です。よろしくお願いします。いやー、後ろは賑やかなバックですね、はい、それはひょっとしてあれかな。はい、そうです。こちらは3年ぶりに復活した、うん、木の本地蔵大縁日、うん、大はそこにはつかなかったかな。木の本地蔵、あれ縁日、え、木の本まあ、いや詳しくは後で聞こう木の本地蔵大縁日、大縁日か、ごめんごめん、大はつくんだねやっぱね、はい、そうなんですよ、大つくんですよ。そっか、はい、そう3年ぶりだもんね。はい、これちょうどもう本当にさっきの、うん、あの写真、さっきの図、うんうん、これ地蔵坂ですよね、駅からずっとね地蔵院に向かって、はい、いつもほどにはなんか、ね、屋台は出てないっては言われてますけど、それでもやっぱ結構な人でですね。はい、なんか私は初めての縁日で、実はそっか、そうだよね、そうなんですよ、うん、なんですけど、その夫曰く、うん、出店は少ないけど人はいつもと同じぐらいいるってさっき言ってました。うんうん、あ、本当、やっぱりそれは夏は縁日だよ ね、 ね、で木の本の夏は地蔵大縁日だよねやっと見れました。ずっとこっちに来てからみんなにこの縁日の話を聞かせてもらってたので、なんか買った？はい、買いました。ベビーカステラとか、今まさに後ろ映ってるベビーカステラ。そう、でもね、これじゃなく、こちらじゃなくて、花椒六兵衛さんがなんか作ってたプレミアムベビーカステラ。あのベビー、あれね、めちゃくちゃ美味しい、大人気よねそうなんです。そのね、地蔵坂沿いのお店さんもね出店されたりするんですよね、うんうん、はい、あ、行きたかった。明日は最終日ですね。はい、花火も上がります。ね、花火もね、はい、なんとか行けたらいいなと思ってますが、はい、睦美さんでした。今日よろしくお願いします。お願いします。はい、それではその旦那の方行こうか。はい、お願いします。はい。はい、長浜経済新聞の上田です。よろしくお願いします。はい、十平さん。はい、十平さんの何それ、バージョン。なんかわかりますか。おでん。ああ、おでん。おでん、違う、当たりじゃないですね。あ、じゃない、あ、本当、なんだろう。これはね、ウリとキュウリですね。この後特集の中で出てくる話題ですね。そうですね。で、まあ、はい、まあ、ネタバラシになっちゃうんで、後で言いますけど。OK、わかりました。はい、はい、そう、なんか美味しそう。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、さあ、そしてね、長浜市、自分で自己紹介してもらおう。はい、よろしく、どうぞ。はい、長浜市地域おこし協力隊の小畑渡です。よろしくお願いします。はい、お願いします。ね、先月続いて2回目のご出演ですね。もうだいぶ長浜、あ、そっか、でもともとこっち出身だもんね。そうですね、もともと長浜出身なので。うん、でもどうですか、久々の夏は、長浜の夏。まあでも、だいぶコロナも落ち着いてはないですけど、今までとまた違った夏なので、すごい、まあ、楽しく毎日を過ごしてます。よかったよかった、それはよかったです。はい、地蔵縁日行った？地蔵縁日行く予定だったんですけど、ちょっと行けず、うん、あ、本当、あと来年かなと、うん、あ、いいよ来年ね、はい、まあね、待ってくれるからねはい、はい、そしてジミーさんと私スタジオここからです。ジミーちゃんのそのバッグはそれどこですか？京都市白川通りにある天下一品本店です。なぜに京都のラーメン屋なの？なんかしばらく天一食べてないので食べたくなったので、2年ぐらい前に行った時の写真をちょっと上げてみました。京都ってそう、ラーメンストリート多いよね。
多いですね。ラーメン屋多いよね。家系だ。天下一品ってね、店によって全然味が違うんですよ。それってチェーン店っていうのかな。いや、多分出汁とかは多分同じはずなんですけども。だよね。やっぱりね、ここら辺の近くのお店はちょっと行けないですね、なかなか。あ、そうなんだ。やっぱりちょっと遠くの方に行かないとダメなんですよ。うん、長浜にもありますよね。あるんですけど、うん、それ以上はよく言えない、うまく言えないんですけども。言ってるそんなこと。私は行きません。あ、そうですね、はい。はい。まあ、好みは人それぞれ、味の好みは人それぞれだからね。でも私、本当はこれだけは不思議なんだけど、だって京都とか大阪ってほら、だしは薄味じゃない？関西風のね、そばとかうどんは。で、和食も。だけど、ラーメンに関しては、京都のラーメンってこってり系じゃないですか。こってり系が多いですよ。それがすっごく不思議でならないんだよね。びっくりしちゃった。まあ、長浜ラーメンっていうか、福岡のあれが入ってるんですかね。あ、そうなんだ。長浜ラーメンってもともとね、こってり系じゃ、豚骨ラーメンじゃないですか。豚骨？うん。あの、滋賀県の長浜じゃなくてね、福岡の長浜です、ね。わかるよ。うん、はい。まあ、今日は その特集ではないね。その特集ではないね。はい。ということでね、長恵さんと久々にね、コラボ体験取材してまいりました。まずは、その関西最大級のスケートボードパーク、体験しちゃいました。ちょっと動画でご覧いただきましょうかね。まだね、長恵の3人さんも、まだ見てないよね、これ動画ね。はい。見てないです。はい、楽しみです。楽しみにしてください。ね。初挑戦。ね。久々の挑戦。ね、応援だけ。どんな感じになったんでしょう。それではご覧ください。スケボーに挑戦。どうぞ。こちらはビッグブレススケートボードパークという名称で7月の17日からオープンしておりまして、まあ、広さは1000平米ほどあります。で、関西最大級という形で、関西地域であれば、まあ、5本6本の指に入るかなという施設になっております。せっかくなので今日スケートボード体験させていただいてもよろしいですか？まだ1回もやったことないんですけど、なんとか元気に頑張ります。はい、もう20年ぶりになりますけど、怪我をしないように頑張りたいと思います。頑張れー。今日は2人のこと全力で応援したいと思います。あれ？キキ、足を取っておお。またリベンジしたいです。はい。まあ自分もちょっと20年ぶりにちょっと乗ったんですけど、めちゃくちゃバランス取れなくて、はい、もう少しなんかスケボー欲しいなと思いました。はい。まあ、最初だけしっかりきっちりこけ方とか乗り方っていうのさえ覚えたら、あとは徐々に滑れるように頑張ってください。ほーで、いよいよどこの子、まあ、まず
は私の感想的には面白かったなとね。あの人がやってるの、人がすごいあの何だろう、あの挑戦してるっていうか、あの苦心してるっていうんですか結構面白かったかなと、ね、感じますけど、さあ、あのちょっとお写真と一緒にね振り返ってみたいと思います。まずこちら、あれ一回なんか出ちゃったの、はい、写真からいきましょうかね。はい、ビッグブレスということでね、長圭さん、これもあの長圭さんの方のね、あのウェブサイト記事にも上げてらっしゃいましたけど、滋賀県の米原市大野木っていうところにね、あるんでしたよね。私ね、前ここは、いぶきサッカースタジアム、サッカースタジアムがオープンするときに、ちょっと行った、セレモニーをお手伝いをさせていただいたことあるんですけど、それからもう2年、3年ぐらい経ったのかな。今回久々に行ったらすんごい変わっててびっくりしちゃって、ちょっとね、その概要を見てみたいなんです。まずこちら。はい。これが、これ、むつみさん覚えてますかね、これ。ね。これ、恐竜そう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 。いわゆるアスレチック、まあ前傾ですね。このね、会場のね、恐竜がね、どうしても出てくるけど。アスレチックパークっていうのが、まあ、か公園みたいなエリアになってってね。で、次行きましょうか。その、じゃあ、むつみさんのね、リクエストの恐竜ね。これ、なんか動いたよね、確かね。ね、なんか泣いたり動いたりしてるよね。そうそうそう。わおーとかなんか泣いたりね、うんうん、動いたりして。かなり迫力ありますね。もう一匹とか、もう一頭行きましょうか。私、どっちかというとこれがお気に入りなんだけど。ね。まあ、恐竜もいると。そして、こちらが、はい、これが、アスレチックパークで、割と最近、8月に入ってね、オープンしたばっかりということで、ちょっと私たちが行った時ね、ね、まさにもう何日か前にね、オープンしたばっかりだの、うんうん、そうなんておっしゃってましたよね。なんか、キノコみたいな感じでしたよね。本当本当。うん、かわいらしいね、木がいっぱい使ってあってね、はい。この日ちょっと暑かったんでね、かなりね。まあ、ただ、遊んでる方々、少し少なめだったかなっていう気がするんですけど、多分、これからどんどん増えるんじゃないかなっていうね、思いますね。さあ、そして、これですよ。こちらが、その噂の、スケートボードパークなんですけど、これが、広さが、ビデオの中でおっしゃる1000平方メートルっておっしゃってたかな、ね、なんか関西最大級ということで。これが、これ、長圭さんのね、記事からちょっと引用させていただこうと思うんですけど、まあ、マネージャーの渡辺さんに、なんでこれをこういう、ここに作ったのかってね、ちょっと聞いたら、これ、まあ、私が、なんか、長圭さんの記事を読むのも何なので、読んでもらってもいいですか？はい。わかる、今。うん、じゃあ、はい、昨年の、マネージャーの渡辺さんがおっしゃるには、うん、昨年のオリンピック種目にスケートボードが選ばれたことで、スケートボードを楽しみたいっていう需要が広がって、うん、近隣にスケートボードができる施設がなかったことから、練習したい子どもたちのために導入を決めたと、うん、いうことでした。ね、これでもパッと見たらすごいなんか中級上級者向けのコースっていう感じでしたよね。ねえ、おっしゃってましたね。うん、ねえ、うん。でも、まあ、これからね、初心者向けのお教室なんかもね、ちょっと、ぼちぼちやりたいなんてこともおっしゃってましたね。うんうん、なので、まあ、私たちが挑戦したのは、こう手前のフラットなところでね、ちょこっとやらせてもらったんだけど、これビデオも出てきましたけど、次の方、この方。田辺道則さんとおっしゃる方なんですけども、めちゃめちゃうまくなかった、これ。めっちゃかっこよかったです。ね、かっこよかったね。ね、たまたま、あ、ごめんなさい、三成さんね、失礼しました。田辺三成さんなんですけど、スケートボードパークビルダーということで、このパークをなんか作ったというか、設計ね、施工された方、ちょうど偶然ね、来ておられたんで。まあ、私たちよりはちょっと、私よりはじゃないけど、ね、皆さんよりはかなり年上かなって感じがしたけど、かっ
こいい。なんか全部持っていきましたよね。そうね。かっこいい。そうね、わーみたいなのを全部持ってて、最後に。そうね。そうそう。ね。さあ、そして、まあ、むつみさんと私は今回は応援役ということで、はい、男子陣2人に挑戦してみ、笑ったわけなんですね。まずお一人目、こちら。はい、小田くん。田辺さんの後だと恥ずかしいですね。それはしょうがない。小田くんはこれは、スケボーはそれまでやったことあったんですか？やったことなくて初めてやりました。初めてだったんだ。どうでしたか？まずは感想。なかなか自分が思うように進まず、こう頭の中でイメージするんですけど、うん、なかなか体がこう反応しないというか、うん、うまく動かず、難しいなと思いながらやってました。大野くんはなんかこうスポーツ経験っていうのは、僕はずっと野球をやってました。野球少年だったんだ。はい。じゃあ、ね、じゃあって。いや、野球では全く違う動きだったんで、全然うまくいかなかったですね。野球はちなみに、ちょっと画面戻していただいて、ちなみに野球は、何年間ぐらいどういうポジションをしてたんですか、小田さん。野球は、小学校2年から大学3年生までやってて、まあ、今も草野球をやってるんですけど、ずっと野球やってて、で、ポジションはサードだったり、ファーストだったり、内野をやってました。はあ、小学校2年から大学まで、もうめちゃくちゃ本格的じゃん、じゃあ。そうですね、もうずっとガチでやってました。ガチだよね、しかもサードとかファースト、内野って、はい、守備が上手くないとできないし。No。で、甲子園なんかも目指したっていう感じなんですか？そうですね、目指してて、僕らは負けたんですけど、一個下が甲子園行ってくれて、まあまあ強いところでやってました。すごいすごい。あれ滋賀県出身だもんね、もともとはね。はい。ってことは滋賀県の学校。滋賀県の学校です。ああ。で、まあ、近江ではないんですけど。近江ではないけど、はい。あ、じゃあ後輩は甲子園出たこともあったと。あ、そうですね、僕らではないですね。はい。そうなんだ。え、これちょっと今、初耳だね、みんなね。実は。あ、そう。すごい。はい。うん。運動神経良い。で、結構みんな期待してこう見てたけどね。はい、そうですね。希望はなんかうまくいかなかったですね。いやいやいや。また、でも、どうですか？また、ちょっともう一回やってみたいなと思いました。そうですね。やってみたいのと、あとは、今度、バッティングセンターができるっていうのは、おっしゃってたので、その時にリベンジしたいなと思って。そうだね。バッティングセンター、これはもうガンガンホームラン打ちまくってください。そうですね。その時は期待しておいてもらうと全然いいかなと思います。それは絶対自分で動画撮って、もう自撮りでも何でも、ガンガン。そうですね。はい。アピールしたいんで。そうだね。リール動画でね、インスタとかで。うん、はい。さあ、で、もう一人、この方もね、挑戦したわけなんですよ。ね。やる前はね、小畑くんとこの JP さん並んで、ね、小畑くんがもうなんか結構行くぜみたいな感じで、ね、スポーツ経験もあるし。で、こちらの方はなんか、10年ぶり ?20 年ぶり ?20、高校中学ぐらいの時だったんで。うん、でもやってたよね。やってたっていうか、流行ってたんですよね。ああ、そっか。どっちかっていう、ね、上田純平さんなんですけど、ね、このちょっと、で格好、実は結構ポーズ決まってたりして。ヘビムで、やってみたら、なんと最後は結構滑れてたんちゃう？そうですね。ただ、ね、まあ、動画も入ってはい。なんかこけなかった、こけたか。はい。楽しかったです。ね、はい。うん。なかなかね、最後決まってましたよね。うん、なんかもうちょっと時間があれば、なんかもうちょっとスピードつけてチャレンジしたかったなっていうのがありますけど、でも調子に乗ると本当に骨折とかしちゃいそうなんで、あれでよかったのかなとか思いつつ。まあそうだね。はい、これどうですか、むつみさん、見てて。見てて見て。どうですかって。なんか、先生。先生が曰く、まあ、小畑くんは、足がちょっと大きいんで、うん、まあ、それで体重のかけるのが難しいんだよって、こそっと私に言ってくれてたんで、そうなんだ。なんかやっぱそういうのも影響、うん、なんかこう、重心するのが影響、うん、難しさに影響があるんやなっていうのは。はあ、あ、そうなんだ、ね。足長いし。足が長いのは別に、ハンドじゃないけど。ねえ、
まあ、その、渡辺マネージャーの話にもあったように、東京オリンピックでね、日本人選手大活躍しましたしね。うん、で、なんか聞くところによると、滋賀県のお隣の彦根出身のね、中学生とかも結構世界を舞台に活躍してる人がすでにいるとかで、うん、ね、なんかそんなんで、ちょっと滋賀県でもこのスケートボードはこれからどんどんね、流行るといいなとか、もう流行っていく、もうすでに流行ってるのかもしれないですけどね、私たちよりずっとずっと下の世代ではね。なんかあの、この、今あのご紹介した縁日でもスケートボードリンクがちっちゃいのがあって、うんうん、ねえ見たいね、うんうん、すごい可愛いねえ結構流行ってるのかないい、うん、やっぱこうなんかちっちゃい頃から慣れ親しむといいんだろうね、うん、そうです、ねうんはい、さあまあ、そういう、アスレチックパークそれから、スケートボードパークがあるっていうこのビッグブレスってところなんですけど他にもねいろんなコーナーがあってこちらがなんと、おもちゃん、まあ、ポニーさんもね、いて、これもお子さん楽しめるということですし、それから、これが私すごいおしゃれだなと思ったんだけど、これが、なんだっけ、バーベキューとかキャンプだ、うん。ね、キャンプとかバーベキューができるサイトもあるということで、これ結構今来てるよね、こうね、キャンプとか、ね、バーベキューって。いいなと思いました。で、さっき言ったみたいにね、バッティングセンターも秋オープンするということですし、ちょっと見取り図みたいなのがあるので、ちょっと見てみましょうか、うん。こんな感じなんですよね。ちょっと小さいかもしれないんですけど、この、まあ、右上の方にテニスコートがあって、それからまあ、いわゆる伊吹サッカースタジアム、サッカーとフットサルがね、できるコートが、ちょっと緑の方ですね、あって、それから、一番右端に秋オープン予定のバッティングセンターがあって、そうそうそう。で、今回私たちがお邪魔したのが、この図から左半分のね、こういろいろちょっと賑やかなとこですね。恐竜さんの絵が見えると思うんですけど、こちらですね。で、その奥に、スケートボードパークがあったと。で、なんかその奥もね、まだまだ広そうで、キャンプができるとか、バーベキューできるとか、アクティビティね、スペースもあって。これいいよね。めちゃめちゃ。うん、あとカフェもね、うん、ありますし。そうそうそう、カフェもあるね、あったあった。そうそう。ちょっとコーヒーを、ね、なんかアイスコーヒー何やろう、うん。遊ぶ人は遊んで、ちょっとお茶したい人お茶してみたいな、うん。そう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 。できるのがね、家族とかって、やっぱいろんな、やっぱ、ねうんうん、年代性別が一緒に行くから。そうだね、うんうん。好みもあるもんね。いいですね。うん、いいね。はい。ということで、お時間とか料金とかってちょっとご紹介いただいてもいいですか？うん、はい。利用時間、スケートボードパークに関してでいいですよね。うん、10時から21時。うん、利用時間、うん夜もやってるんだ。じゃあね、ナイターもできるんだ、はい。はい。で、ワンデー料金が平日1000円。うん、土日祝が1500円。うん。で、詳細はちょっと、結構細かいのはホームページでご覧ください。そうですね、はい。これでもワンデー料金平日1000円ってかなりお得だよね、うん。安いですよね。安いよね、はい。あとね、なんかそうそう、月パス、月間のね、パスポートみたいなのもあったりとか、うん、大人、高校生以下、ナイト料金、その夜だけ利用の、ね、料金もあったりとか。もちろんレンタルもスケボーもね、持ってなくても、まあ、ケブルでも。スケボーは持ってきてくれって言ってました。持ってきてくれか。あ、そっか。スケートボードは自分で持ってきて、なんかプロテクター、うん、あ、そっかそっか。それはレンタル。レンタルがありますっておっしゃってました。ね、はい。うん。多分まあでも、ね、レンタルもこれから少し充実ね、されていくんだろうなとは思いますね。あった方がね。ね、やっぱあった方がいいよね。はい。いや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 。なかなかこの米原のね、奥に、奥って言うとあれですけど、こんなすごい施設ができてるとは全然知らず、うん、いいね。はい。またちょっと行ってみたいなと思いました、うん。なんかね、7月、8月、9月の月末には、90分飲み放題ビアガーデンっていうのも、うん、私が持ってた資料には載ってたんですよ。もう8月ですから、月末、こう、今週末だ、27日土曜日。それから9月の24日土曜日。長浜駅西口発着のシャトルバスもあって、うん。飲み放題90分。確かに。さっき、
車だとね、うん、帰れないですよね。そうだね。うん。だからシャトルバス出してくるのいいよね。生ビール、ハイボール、各種サワー、もちろんノンアルコールビールやソフトドリンクもあって、大人はキッチンカーの食事券1枚付きで3000円。うん、子供、無料って書いてある。無料ってどういうことみたいな感じですよ。子供さん無料。はい。うん。予約が必要っていうことはそうなんで、ね、またぜひ、ホームページでちょっと確認してみていただきたいと思います。いいね。ここ行きたいわ、また、もう一回、ね。うんうん。はい。ということで、一つ目の話題は、コラボ企画、ビッグブレス。ね。で、フットサルちゃんはスケートボードに挑戦、お送りします。ジュミちゃんどうよ、ジュミちゃん。ね、見たことも喋ってなかった。そうえ、どうなんですか。私は運動神経ゼロなので、こういう話題には全く入り込めません。私もあんま人のこと言えないね。はい。ね、またぜひ皆さんね、行ってみてください。はい、ありがとうございました。一つ目の話題でした。さて、では二つ目いきましょう。こちら、どうぞ。はい、お、これまたイベントですね。うん、はい、お願いします。こちらは木の本でリンク行われたリンクアップフェスタです。はい、8月6日に開催されました。うん、で、このイベントは高校生、地元の高校生たちと一緒に企画とか運営をしていて、うん、木の本と米原の2カ所で開催するイベントになってまして、うん、で、もう木の本は終わったんですけど、米原が9月17日に開催を予定しているというものです。なんかかなり盛り上がったっていうね、噂も聞きましたけど。はい、私も遊びに行ってたんですけど、本当にすごい人で、うん、結構一日中というか、1時から9時までイベントはあって、で、昼間から屋台とかが出てたりとか、うん、あとは木の本出身のダンサーの久保群青さんがこう、うんうん、ステージに立たれたりとか、うんうんうん、あとライブペイントがあったり、あ、へー、なんかあとは湖北図書館で、あ、次のお写真がこれそうですね、うんうん、あ、これ違う違う、図書館の写真多分入れてないかも。あ、そうか、そうか。これ、木の本交友館ですね。これ、木の本交友館です。はいはい。湖北図書館では、木の本今昔写真展をやってたり、結構なので、いろいろな催しがいっぱいあって、ライブペイントとか。で、夜が結構メインイベントで、うん、ホラーナイトっていう。あ、ねえ、らしいね。なんか、はい、面白そうだな。木の本ホラーナイトっていう、ポイントを何個か設けて、そこを、うん、回って、お札を集めて、うん、それが抽選のチケットになって、うん、また、なんか商品が当たるっていう、うん、へ、抽選会が後である。なるほど。これね、実行委員会のね、その事務局長さんの、長浜青年会議所の塚田さん、一遍この番組にも出ていただいて、うん、ちょこっと、こういうのやりますよってお話をしてくださったんだけど、こんだけね、すごい、大々的に地元の高校生たちと一緒にできたってすごいですね。すごかったです。なんか司会とかも、ね、一応 MC の守屋さんっていう方がメイン MC をされてて、うんうん、で、うん、抽選会の時とかは高校生の子たちも一緒に、くじ引いて発表したりとかしてたんで、おいい ね、はい、やっぱこうなんか若い子たちと一緒にやるって盛り上がりそう。はい、あとその、ね、楽しんで、うん、お化け屋敷を、各その今みたいな交友館とか中学校とかを、うん、お化け屋敷みたいなその肝試しのスポットにしてて、うん、その中でお化け役で脅かしてくれるのも高校生なんですよ。うんうんうん、すごいめちゃくちゃ可愛くって本気で脅かしてきてくれるんで、うん、めちゃくちゃ怖いんで、ちっちゃい子とかは泣いてる子もいるぐらいなんですけど、うん、本当。で一緒に私も行ったんですけどね、うん、わーってなんか脅かしてくる人がなんか揃いも揃ってみんな坊主で、野球部絶対野球部やろみたいな。そっか、いいねそれ。なんかでもすごい真剣に脅かしてくれるんやけど、なんか全員坊主やなって心のどっかで思っちゃって。なんかこうちょっと微笑ましくなって。微笑ましい、そう、ちょっと違った楽しみみたいな。
お化けに微笑ましく思うって面白いね。いいね。ローカルイベント、コミュニティイベントだよね。それってまさしくね。うん。なんかその木の元の、あの、この、だからできるんかなっていう気もしないでもないね。うんうん、なんかね。ああ、なんか今思い出しちゃった。木の元交友館でお化けって言ったらの、ほら、ね。日本アカデミー賞ね。ありました。はい。上田慎一郎監督もね。亀止めの時に、なんかすごいメイクしてみんなで練り歩いたりしましたけど、うんうんうん、ねえ、でも本当にたくさんの人が、うん、あの来られてて、うん、なんかきっと想定以上に人が来たみたいで、うん、あ、本当、はい、なんか回れなかったです、人気すぎて、あ、そう、あのみんなが並びすぎて、うん、並び始めようと思ったらもう40分待ちですみたいな、すごい40分待ち。めちゃくちゃすごい。どこもだからめっちゃ並ばないと入れなくなってて、お化けのスポットが。なんかやっぱりみんな待ってたんだよね、きっとね。うん、ね、なんかあの、ほら、なんかさ、3年ぶりに復活とかさ、2年ぶりに復活とかそういうイベントね、今年は結構あるんだけど、これはだって復活というんじゃないもんね。うん、もう本当に新しく、ね、なったのにね。だからなんか、これを機に、うん、なんかこうホラーの街、その上田監督 の、 話、あの映画もあるしなんかお化けとかホラーの街としても木の元はちょっとアピールできるかもしれない。いいんじゃない、いろんなあの代名詞つくね、木の元ね。そうね、あれ、まあつね、なんかサラダパンの街とかでもあるしさ、ね、ホラーの街、それ悪くないかも。でもあの結構可能性を感じました。いいんじゃないね、ちょっとまたあの企画がまた立ち上がるかもしれませんよ。ね、さあ、でもそのホラーの街の前にね、木の元は実はこの街としてもね、すでにもうね、定着しつつあるんだよね。はい、続いての話題いきましょうか。はい、続いてがこちら。はい、長浜木の元、ごめんなさい、長浜の木の元交友館で、8月11日から企画展、木の元暮らしの中の発行展、夏の発行ウィーク2022が始まりました。うん。これ、前の時か、私を、ね、行って、取材もさせていただいたんですけど、これ、あれ何年前だった？やっぱり2年。2019年ですね。あ、そうか、じゃあ3年前だ。やっぱこちらも3年ぶりなんですね。これ、どういう内容なんですか？こちらはあの地域 の、 あの女性たちが代々作ってきた発酵食品をあのおかんの発酵瓶として全国に広める活動をしているあの私や夫が所属している壺の底っていう団体がありまして、うんうん、なんかその、団体が手掛ける展示になってまして、うん、あのこの地域で親しまれている発酵文化っていうものをあの地域内外の人に伝えようっていう、そしてこう残していこうっていう展示になっています、うんうん、今あの前もそれをそう思い出した質問でしたが、これ今映ってるのがすごいなんか道具が映ってる、はい、なんか今回は、うん、あの漬物小屋をイメージしてまして、うんうんうん、であの、まあのれんをくぐって中に入ってあの、うん、見てもらうっていう作りなんですけど、今写真に映ってるのが実際におかんたちがこう発酵食を作るときに使っているこう壺とか、うん、あのザルとかまあ下の方にちょっと映ってませんけど漬物石があったりとか、そういう道具類、壺も映ってんな下にな、はい、あのあ と、 あとあの桶だよね、桶、桶もあるし、樽か、樽だね、木の樽だ、うん、もうそう、あのなんかほら、今だとね、なんか管理のしやすいプラスチックの桶っていうのが、ね、普通だけど、昔はみんなこういう木の桶、はい、木の樽使ってたんだもんね。はい、あと、壺とかね。はい。常滑焼きの壺も大事。そう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 。ああ、そう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 。で、あの、これ多分メンバーの一人だと思うんだけど、あの、ほら、あそこの女子、お寺の奥さんなんだっけ。ああ、あの、のりこさん。あ、のりこさん、のりこさん。はい。ね、あの、そのなんか、桶ごとに、そのなんか、美味しくなる、発酵させる、なんていうか、菌がついてて、とか聞いたことがあるんだけど、そうなんかな？やっぱりその家で、うん、うん、あの、でも違ってくるみたいですし、うん、なんかやっぱりこれでつけたら美味しいみたいなのが、おかんとかではあるみたいなんですけど。いいね。おかんの漬物か。で、
これ次の写真が、はい、日の本漬けって書いてある。はい、うん、日の本漬けのこれは作り方をご紹介してるんですけど、うん、日の本漬けっていうのが何なのかっていうと、うん、初めて聞いた気がする。はい、私たちがちょっと名付けたんですけど、奈良漬けのことなんですけど、はいはい、ただ この日の本で作られてる奈良漬けが、まあ、あの富田酒造の酒粕と、うんうん、山地酒造の、みりん粕を材料に使って漬けていまして、うんまあ、結構そのみりん粕が手に入ることが少ないので割とザラメとかで代用してることが近年は多いみたいなんですけど、この地域では、うん、あのみりん粕を使ってると。で、あの奈良漬けってこう早漬けで1ヶ月くらいしてからでも食べれるんですけど、うん、あの木の本漬けは2年漬けっていうのがポイントになってまして、2年、はい、1年漬けたら次にまたもう一回新しいその酒粕とみりん粕に漬け直して2年発酵させたものを、まあ、その材料のこだわりと2年漬けっていうのを合わせたその奈良漬けのことを、あの地域の新しい名物にしようっていうことで木の本漬けと名付けて、うん、あ、なるほど、はい、それをちょっとこうご紹介してる感じです、うん、あ、そっか、そう、あの前の時も思って、なんで木の本で発酵なんだろうと思ったら、うん、そう、今名前が出てきた富田酒造もあるし山地酒造もあるし、それからお醤油屋さんね、お杉のお醤油屋さん、大杉醤油さんもあったりして、そういう、蔵が結構固まってるんよね。考えたらね、うん、木の本ね。そうなんです。だから発酵文化がもともと根付いてて、うん。そうだね。へぇ。ただその地域の人たちも、昔はずっとやってたけど、やっぱり、こう、手軽にお味噌だったり、お漬物とかも、まあ、買えるようになってきて、うん、まあ、この同じ地域に住んでいても、もうつけなくなってるお家もすごい多いらしく、うん、まあ、せっかくこう続いてるいいものなので、まあ、残していけたらなっていう思いからこの展示が、うん、スタートしてるっていうのもあります。あ、なるほどね。のれんをくぐって帰っていくようなイメージね。はい、はい、そして、はい、さあ、こう最後のお写真がこれがまさに何だろう、おかんちょっと私なんですけど、はい、あ、そうなの、そう、おかんに割烹着を借りまして、うん、やっぱおかんのイメージ割烹着だね。そう、なんか割烹着、やっぱエプロンじゃないなって、おしゃれなエプロンじゃなくて割烹着やなと思って、うんうん、ちょっと無理言って割烹着をお借りしまして、うん、初日の日だけ、うん、ハッピー太郎さんの甘酒を振る舞ったんですよ。うんうん、はい、もう無料で来た方に、うん、まあ、その振る舞ってるところなんですけど、うん、なんかすごい冷たい甘酒を暑い日に振る舞ったので、うん、すごい皆さん喜ばれて、だろう、ね、人によってはおかわりを要求されるということもありました。さあ、ね、おかんが、ね、作る、まあ、作ってきた発酵食ということなんで、おとんもなんか一応ちょっと頑張ったみたいじゃないの。最後の写真がそうですかね。はい。これ、はい、これはうちのおとんですね。うん、とんと左側に映ってるのが、この今、はい、そうです。今回のこの展示の漬物小屋をイメージしたり、このポスターのデザインとか全部の、まあ、デザインをしてくださったのが桐畑さんで、うんうん、デザイナーね。はい、で一緒にこう、うん、会場をセッティングするの、うん、設営するのも一緒にみんなでした。その時の写真です。うん、センスあるもんね。はい、すごく素敵に、ね、素敵ね、昔ながらのそういう漬物とか発酵って、うん、ちょっと古臭いイメージがあると思うんですけど、うんうんうん、なんかそれそのちょっと古いようなものと新しいこうアートな感性、うんうん、デザインの力っていうのが合わさって、うん、すごく素敵な展示になりました、ね、はい。このチラシもね、すごい素敵で、私の手元にもあるんですけれども、はい、ね、そのチラシは壺、うん、の底のメンバーの一人で松浦すみれというイラストレーターによるものになっております、うんうん、はい、とっても素敵、はい。この松浦すみれさんの発行冊子を拡大したなんか、ね、パネルなんかも展示されているということなんで、
これは25日まで、あ、もう明日までですね。はい、ちょうど、縁日まで。最終日はね。はい。なので、結構縁日のついでに来てもらってもいいですし。OK、OK。明日なんとか行きます。はい、先にこっちを行ってもらわないともう閉まっちゃう。あ、そうだね。そうだね。先これ行ってから、ね。4時までなんで。あ、OK。4時までですね。はい、これは、場所は、木の本交友館ですね。はい、木の本交友館で、はい、こういう、桐畑さんがデザインしてくれた発行のポストカードも350円3枚セットで売ってます。かわいいかわいい。了解です。はい。それで分かったわ、この、淳平さんのね、バーチャル背景が。あ、そうです。うん。木の本付けの、付け替えてる時の写真ですね。マニアック。マニアック。素晴らしいね。買います。はい。ジミーちゃん、まじまじと見てますけどもね。はい、なんかチャットもね、今日もいっぱいいただいてまして、こんばんは、奈良圭さん、待ってました。お、奈良さんからいただいてますよ。はい、いつもありがとうございます。それから、ね、はい。漬物、芋、ウリ、キュウリ。あ、ウリとキュウリですね、うん。はい、森田さん、ウリとキュウリだそうですよ。ね、はい。今年は東京長浜観音堂くらいしか行ってないっていうのも、あ、これも奈良さんだ、うん、東京長浜観音堂、じゃあ東京行かれたんですね。はい、ね、それから商店街みたいな雰囲気ですねって、はい、商店街なんですよ。はい、昨日とね、はい、ね、昔ながらの商店街あります。おかん、ね、昔ニシンの寿司を作るの手伝ったな、なんていう、うん、ニシンの寿司、それも発酵食、ニシン、うん、あるのかなね。そう、奈良漬けなん、ニシンの寿司、なんか聞いたことあるようなないようなね。はい、この辺はでもあれですよ、長浜生まれ育ちのジミーさんと小畑くん、どう、こういう発酵食って、小畑くんが聞こえ切れるよ。まだ若いからそんな興味ないかしら。そうですね、まだ正直なんていうんですかね、まだ年齢が追いついてないというかまだかなっていう感じです、ね、まだかなね。まあ、この発酵食の良さが分かるにはまだまだ青いかなっていう感じはするけどね。そうですね、まだまだ。はい。ジミーさんは、ジミーさんはもう、酒の魚は、まだまだ青いです。まだまだ青いです。バックは青いけどさ。はい。青いです。これやっぱ酒の魚には発酵食最高ですよね。最高ですよね、本当に。ね、うん、飲みたくなってきた。ね、食べたくなってきた。はい。ね、はい、あ、津軽はご飯とニシンで乳酸発酵っていうね、くれたのにならさんですけど。これだからやっぱり発酵食って本当その土地、土地であるんだろうね。うん、ね、うん、その土地のものを生かして。多分ね、発酵ってね、発酵させようと思って発酵させてるんじゃなくて、うん、たまたま発酵したのを食べてみたら美味しかったっていう感じだと思う。あ、そっか。あのサバ街道のあのサバ寿司がそうじゃないですか。敦賀から大阪に向けて運んでいったら、うん、たまたまなんか腐って、まあ、腐るか発酵したのがあ、これ美味しいわと思って、うん、したのが、ね、サバ寿司とか。最初はそうだな、偶然の産物だったのかもしれないね、うんうん、いやでもやっぱ昔の人の知恵ってすごいなって。そうね、保存食としての知恵ってすごいよね。はい、はい、ということで、今日は長浜経済新聞さんね、長経さんに、前原のビッグブレス、ね、体験レポ、そして、リンクアップフェスタレポ、そして明日までね、開催中の木の本暮らしの中の発酵展、夏の発酵ウィーク2022、ご紹介いただきました。またぜひ来月もよろしくお願いいたします。ね、はい、ここまで今日の特集でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、週末のおすすめ情報をね、2つご紹介したいと思います。まず1つ目。はい、来週になりますけれども、9月の3日土曜日、安宰長浜、長浜作興没後450年記念イベントが開かれます。うん、場所は小谷城ですよ。小谷城跡ですね。赤尾屋敷といって、まあ、長浜作興が最後自害をされたという場所ね。そこに今シャトルバスを使って、上がって、いろんな記念、まずは法要、それから太田博さんによります記念公演。それから長浜城ね、歴史博物館の高口学芸員による、ガイド、展示解説などね、いろいろ盛りだくさんで行われます。
事前の申し込みが必要です。実はこれ、締め切りが今日8月24日水曜日までなんですけども、お電話以外にもメールでもね、受け付けているということなんで、はい、ぜひ、まだね、ギリギリ間に合うかもしれませんで、参加費は友の会の方は500円、一般の方は1000円、いずれもバス代と資料館の入館料、資料代なども含んでいるということです。詳しく小谷城戦国歴史資料館、ね、ホームページ、また友の会の方まで、チェックしてみてください。私もこれ行こうと思っております。さあ、そしてもう一つ。こちらも9月に入ってからね、イベントになりますが、写真展、土倉鉱山の思い出開催されます。長浜市の木之本町金井原。ここにはね、あの近代化遺産の土倉鉱山の遺跡が、遺構がね、残っています。で、その、こう、後ろの方には、土地の木の巨木をはじめとする豊かな森が広がってるんですね。ということで、この長浜森林マッチングセンターさんでは、この地域の魅力を広く知っていただくために、ということで、この土倉鉱山に関する、この写真がね、昔からのこの写真がたくさん残ってるんですね。それを今回ね、一堂に展示するということです。場所は長浜市木之本町金井原のネムの里です。日時は9月5日月曜日から9月11日日曜日までのちょうど1週間になります。詳しいお問い合わせは長浜森林マッチングセンターの方までご確認お願いいたします。これね、いいですよ、土倉鉱山。今、こう、ちょっと勝手にはね、個人では入りにくいんですけれども、本当に最盛期にはここに一つの町があって、ね、銀行もあったし、郵便局もあったし、なんかこう、聞くところに映画館みたいなね、スペースもあったとか、もちろんお店もあって、たくさんの人が住んでいたっていう、そうなんですね。ぜひぜひ、行きたいと思っております。はい、ということで、さあ、気になる週末の天気もあります。正直さん、お願いします。はい。おおむね晴れですね。はい、以上です。超シンプルね、またまた。はい、大丈夫です。はい、見たら分かるじゃないですか、もう30% なので、もうこれ以上私説明のしようがないので、そうだけどさ、これ見ていただいたらもう晴れです。はい、大丈夫です。はい。はい、もうね、なんとあと1週間で8月も終わり、夏休みも終わっちゃうってことなんですけど、この、今日ご出演の皆さん方は夏をどう過ごして、あるいは残りの夏をどう過ごすとか、なんかあるんですか？大畑君から聞いてみよう。はい。残りの夏はそうですね、うん、まだでも僕の草野球だったりソフトボールが残ってるので、ああそう、うんうん、バリバリ体を動かしてから夏を終えたいなと思います、うんうん、やっぱり夏こそね、体を動かせと、はい、野球少年ね、そうですね、高校球児に負けず、はい、頑張ってください。はい、さあ水木さんは、あ、今声聞こえてない、うん、あ、ちょっとマイクを。はい、あ、OK。はい、どうぞ。すいません。明日、縁日で花火が見れると思いますので、夏の最後に花火を見たいなと思ってます。いいね。いい夏だね。はい。JP さんは？ちょっと、お盆も結構黙々作業してたのもあるので、うん、ちょっと、明日はそうですね、やっぱ花火を。ちょっと夜は見たりとかちょっと時間を作って、はい、週末はちょっとどっかゆっくりできたらなと思います、うん、ね、はい、たまにはね、のんびりね、花火見物してください。さあ、ジミさんは？9月3日土曜日は長浜あざやっぱり祭があります、うん、そうですね、3年ぶりの開催となりますので、うん、これは楽しみなんですよ。写真また撮りまくるんだろうね。はい、もう年やからね、私もね、もう11月7日で60歳なので、もうそろそろ引退かなと。はい、いや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 、ね、年はね、はい、何歳だから何々ができないっていうのは私はないと思うんで、ね、もうそれ、人それぞれですね。はい。はいね、はい、じゃあまたいっぱい写真楽しみにしてますわ。はい、はい、私は、お盆休みはね、ちょっと実家、帰省してましたんで、ここからまたガンガン仕事をしようと思っております。はい、ということで、来週は第5水曜日になりますので、またちょっとお休みをいただきまして、次回は9月の、そうなんです、お休みばっか、8月、草暑いからいいよ。はい、次回は9月の4日。
日になりますかね。9月4日は。はい。涼しいまた話題をお届けしようと思います。森へ行こうということでね。あ、ごめんなさい。9月の7日だ。失礼しました。9月の7日水曜日になります。次回もまたアクセスお待ちしております。はい、今日もたくさんのね、チャットもありがとうございました。それではまた来月お目にかかりましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。残りの夏楽しんでね。ありがとうございました。はい。